どうも、NMB48 の塩月ケイトです。今回はなんと天橋立にやってきました。まだなんですけど、ここはあの天橋立の近くにある海鮮橋に今立ってるんですけれども、ここからもう本当にすぐそこに天橋立があるので、人生初の天の橋立に行きたいなと思うんですけど、あのテレビとかでね、よくやっぱ天の橋立紹介されてるじゃないですか。それで見てて、ちょっと人生で一度は行ってみたいなと思ってたので、すごい楽しみにしてるんですけど、今日は天の橋立じゃなくてこの前にもう一本本寿荘さんに泊まってる様子の動画も上がってるので、もしよかったらそっちの動画を見てからこの2本目の動画を見てくださると嬉しいです。それでは今日は人生初の天の橋立て楽しんでいきます。回転する、橋が回ってます。これだいぶ珍しいですよね、あの船が通るために。まさか橋が避けてくれるとは。確かにあの高さじゃ無理ですもんね。回ってる。何これ、すごいぴったりや。さあ近づいてきました。ここが天の橋立ビューランドです。もうここから今からリフトに乗って展望台の方に、よく見るあの展望台の方に行きたいと思います。楽しみ、もうすぐそこです。今リフトに乗って展望台の方に上がっていってるんですけど、やばい、すごい、すでに景色が綺麗、いい感じに光が差して、ほら360度緑です。緑に囲まれて、おお、もうすぐでてっぺんに着きます。いよいよあの天の橋立です。楽しみ、どんな景色が待っているのか。来ました、天の橋立。じゃーん、やばい、絶景です。絶景です。もうびっくりするほど、伝わってますか、この青さ。すごーい、自然のすべてがここに詰まっているかのような絶景です。いやー、これはもう見なきゃですよ、京都に来たら。すごい感動的。なんかこのね、天の橋立、日本三景の一つでもある場所らしくて、そりゃもうそりゃ三景と呼ばれるでしょうという美しさなんですけど、いやー、どこ見ても綺麗ですよ。天の橋立といえばのまた覗き台です。じゃあちょっと早速覗いちゃいます。行きまーす。せーの。すごーい。登ってる。龍が登ってる。すごーい。すごい。龍が登ってた。今この飛龍館回廊を歩いてきてるんですけど、すっごいなんかぐるぐる螺旋階段みたいなとこ登ったり、こう上下になってる、すごいジェットコースターのコースのようなところを歩いてるんですけど、あ、すごいすごい、上からバージョン。じゃーん、さっきより高いとこや。すごいコース。今あのビューランドの展望台のところから降りてきたんですけど、じゃじゃーん、なんとレンタサイクルで自転車を借りました。こ
この上から見てたこの天橋立の景色のところなんですけど、ここを今からぐわーっと自転車で進んでいって、反対側の方にちょっとある場所へ向かいたいと思います。自転車でここからは進みます。はい、今自転車をね乗ってこの反対の方まで、天橋立の反対岸の方まで来たんですけど、もう着いたところで自転車をちょっとお返しして、今このお昼ご飯を食べに吉野屋さんにやってきました。ここをなんと、この見てください、季節の進化の贅沢丼が有名だということで、美味しそう。ここでこのイカのをいただきたいと思います。お昼に美味しそう、行ってみます。到着しました。お昼はイカの贅沢丼です。うわー、すごい。ゲソの部分とイカと2種類入ってます。贅沢すぎる、すごい。もうこの量のイカが乗ってる丼を見たことがなくて、もうこんな大量にイカが乗ってることなかなかないですよ。卵たっかー、うわー、やばい。じゃあまずは普通のイカの方からいただきます。おいしい。甘い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 。もうイカのいいところが全部出たな。もう全然臭みもなく甘くて、イカの甘さだけが際立ってて美味しいです。ご飯よりこのイカの量が多くて。いただきます。しっかりと噛み応えはあるんですけど、柔らかい。なんかこの辺アサリがすごい、アサリの看板とか、こうアサリ汁みたいな旗とかいっぱい立ってて、アサリも有名なんですか。いただきます。大きいですね。あったまる。すごいところにやってきました。元伊勢この神社に来ました。元伊勢この神社、この名前になんかピンときた方いらっしゃいますか。そうなんです、元伊勢っていう名前がついてるんですけど、あの伊勢神宮とすごいゆかりのある神社になってるんですけど、ちょっとお参りしていきたいと思います。見えますか、この赤と黄色と緑の、これが末玉っていう装飾で、この元伊勢この神社と伊勢神宮にだけ据えられている装飾らしいんですけど、なんとこの装飾伊勢神宮では見ることができなくて、この元伊勢この神社だけでしか見れないらしいです。ここはお守りとかおみくじのところなんですけど、すごい。さっきのこの末玉の腕輪守り、さっき見てたやつですね、これは神の力守り、強そうなのもあります。
今からこの天の橋立の渡ってくる前のところに戻るんですけど、行きはこう自転車でバーって来たんですけど、帰りはあの船が、観光船が出てるので、その観光船で帰ろうかなと思います。観光船がなんかカモメの餌やりとかもできるみたいなので、それを楽しみながら帰りたいと思います。すごーい、カモメがめっちゃ飛んでるやばい、すごい、めっちゃ飛んでます。すごい、あ、綺麗、キラキラしてます。太陽に輝いて、すごい、すごい数のカモメたちが、おお、すごいです、カモメたちが、うわー、めっちゃ飛んでる。しかもすんごい距離、もう触れそうな距離に、うわー、すごい、まっすぐになってる。さっきの最初に見てた対戦橋ですね。そのゴール道を開けてくれました。すごい、なかなかない瞬間です。着いた着いた、戻ってきた。ちょっと街角におしゃれなカフェを見つけたので、最後ここに寄って帰りたいと思います。ゲンミョアンカフェさんです。すごい可愛い、もうお店に入る前からおしゃれな感じがしてます。全部結構健康的なヘルシー系の、オーガニックとかね、そういう系のもので作られたお菓子だったりとか、紅茶とかも売ってます。うわー、美味しそう。ヘルシーマフィン、え、すごい、卵乳製品不使用のマフィン。まず見てください、こちら洋梨のタルトです。もう絶対美味しい見た目をしてるそしてドリンクがこちらのグリーンティーにしました。うん、甘い、抹茶だ緑茶っていうより抹茶、お抹茶だ、アイス抹茶みたいになります。じゃあちょっとこちら洋梨のタルトいただきます。美味しそう、このちょっと焼き目ついてる感じが。うわー、いただきます。優しい甘さです。洋梨の量がすごい、めっちゃ見てください、洋梨の存在感がすごい。こちらフランス産の洋梨だそうなんですけど、美味しい。そしてもう一つ気になったのがスコーンです。見てください、この美味しそうな見た目。なんとこちらの生クリームをつけていただきたいと思います。よっ、うん、うん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 、なんとびっくり、この生クリーム砂糖使ってないらしいです。でもちゃんとミルクの甘みがあります。スコーンもしっとり系でめっちゃ美味しいです。最高、美味しい、ヘルシーで美味しいって最高じゃないですか、女子の味方ですそしてもう一つ、どうしても気になっちゃったんですけど、チーズケーキ。カフェといえば結構チーズケーキ定番みたいなところありますけど、いろんなねカフェでチーズケーキの味ってカフェによって違うので、ちょっといただきたいと思います。見た感じはスフレっぽい感じの見た目はしてるんですけど、うん、
絶品だ。おいしい。クリームチーズみたいなこの滑らかさ、クリーミーさがあって、さっぱりしてるけど濃厚クリーミー滑らかで、めっちゃおいしいです。というわけで天の橋立で1日過ごしてみたんですけど、もう最高の観光地でした。もう大満足で、いろんな乗り物にも乗ったし、自転車乗ったり船にも乗ったりしたし、美味しいご飯も食べれたり、イカのね贅沢丼だったりとか、最後カフェでねケーキも食べたりとか、もうご飯も美味しければ、なんといってもあの天の橋立を上から見れたこと、展望台からねこうあのまた覗き台から見れたことも、もうあれは一生忘れられない景色だなって思いました。本当に景色もグルメも全部全部最高で、さすが天の橋立だっていうのを感じましたね。気になってる方は絶対に早めに来た方がいいです。早いうちにもうぜひぜひ皆さんに来てほしいなと思うぐらい最高の観光スポットでした。またケイトも遊びに来ます。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。